皆さん、こんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学1年生の数学、1日5問問題練習の第43日です。では問題を見ていきます。括弧1、次の計算をしましょう。丸1、18-10×-3、引き算と掛け算のある式では、掛け算を先に計算するんでしたね。ですから、18-10×-3 はマイナス30です。ここの引き算を足し算にすると、括弧の中の符号を買って18+30となるので、答えは48、こうなります。2番、4分の3-7分の3÷7分の4、引き算と割り算、この割り算の部分を掛け算にまず直します。4分の3-7分の3×4分の7、こうなりますね。で、ここで7と7を約分します。そうすると4分の3引く、白も4分の3になりましたね。4分の3引く4分の3ですから、答えは0、こうなるわけですね。括弧2番、次の計算をしましょう。今度は文字式です。1、a÷3+b×5。 文字式の割り算では割る数が分母に来ましたから、前の部分は3分の a、 そして足し算引き算はそのまま、書いて、今度は b×5。 文字式の掛け算は数字を前に書いて、そして掛けるを省いて b 文字を書くんですね。3分の a+5b、 これが答えです。2番、 a÷b÷c、 文字式の割り算です。割る数は分母にとありますが、割る数ここ2つにあるんで、こういう場合間違いやすいので、一度掛け算に直して計算していきましょう。そうすると a×逆数で b分の1×c分の1、 こういう式になりますね。そうすると bc 分の a、 これがこの式の答えです。括弧3番です。次の数量を文字式で表しましょう。1、縦 a センチ横 b センチメートルの長方形の面積。長方形の面積は縦かける横、ね、この式で求めました。縦は a センチ、横 b センチですから、これは a×b となりますね。そうすると ab となるので、答えは ab 単位をつけて、平方センチメートルと。これが答えになるんですね。2、底辺 x センチメートル、高さ y センチメートルの三角形の面積。三角形の面積は、底辺かける高さ割る2、底辺は x かける高さ y 割る2ですね。まず掛け算の部分を計算して割る2となると、割る数は分母にきますから2分のとなって xy、 答えは2分の xy 平方センチメートルと。このように文字式は完成しました。括弧4番です。 x=-2 の時、 5x-3 の式の値を求めましょう。式の値というのは、この 5x-3 の x の部分を -2 に変えて計算して答えを出しましょうという意味です。ですから 5x-3、5x というのは 5×x のことでしたから、ここで 5×x-3 とこういう形にしましょう。そして x の部分、これマイナス2となるので、 5×x をマイナス2に変えます。-3 とマイナス10-3となって、イコールマイナス13と、答えはマイナス13と、このようになるんですね。
括弧5番です。縦横斜めに並んだ3つの数の和が等しくなるようにマスを埋めましょうと。ここにこういうマスがありますね。で、縦に3段、横に3列でマスが作ってあって、それぞれ数が入っています。これを縦に足しても横に足しても斜めに足しても、足し算した答えが全て同じになるように、この空いているところに数字を入れていきます。まず3つとも数字が入っている部分、この斜めのところがありますね。これいくつになるか、足し算してみます。5+2-1、 計算すると6ですからね。全て縦に足したものが6、横に足したものが6、斜めに足したものも6になるように数字を埋めていけばいいんです。で、ここでここの部分、5+3をやると8ですね。8を足して、あと1つ足して6にするためには2減らせばいいんで、ここにはマイナス2が入りますね。5-2-3、あ、5-2+3で、これ6になりますからね。次は2とマイナス2合わせると0ですね。もう一つ足したら6になるということは、ここには6が入ればいいということです。6+2-2、6になりますよね。それからここの部分、-1+6、5ですよね。あといくつ足したら6になるかというと、1足せばいいので、ここには1が入ってね、1+6-1で、この通りも6になりましたね。さて、ここです。1+5、もうすでに6になっていますから、ここに入る数は0、こうなります。そして最後、ここの部分ですね、0+2は2ですよね。あといくつ足したら6になるかというと4ですから、ここには4が入ります。一度確かめてみましょう。1+0+5、6ですね。5-2+3、6ですね。0+2+4、6ですね。1+6-1、6ですね。1+2+3、6ですね。これすべて答えは6になっているので、まずはこのように埋まるということになります。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に、教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。